もいないのかな。開かないとかえって気になるな。ルブラン、何も心配することはない。似てない。やってみろよ。ルブラン、何も心配することはない。人のこと言えるか。何してるの。ヌージがいなくなってお嬢が落ち込んでいる。慰めて差し上げるんだ。あ、今のヌージの真似？わからなかったか。うん、はあ、似ていたとして真似が慰めになるか。なる。はいはいと。出て行っとくれ。スフィアハントしないの？スピラ中のスフィア、カモメ団がもらっちゃうよ。勝手に押し。いくら集めたってヌージの旦那の笑顔はなしさ。何が楽しいってんだい。落ちたな。何とでも言いなよ。ヌージが映ったスフィアを見せるのはどうかな。さあね、何でもやってみれば。そうだ、スフィアだ。ベベルで撮ったの見ておくか。何が映ってるの。まだ見てない。俺たちの部屋で待っていてくれ。上映会にしよう。
カつく。取ったのは右脳だ。なるほど。これはスカだな。スカって何よ。そこ誰かいる。え、どこどこ。拡大してみよう。何してたんだろう。気に入らないな。どうしたの。こそこそと秘密だらけだ。あのな、あんたたちがどうしようと勝手だが、お嬢には黙っていてくれよ。なんで。ベグナガンはどう見ても危険な存在だ。スフィアハンター風情が手を出しちゃ身の破滅だ。だがヌージが絡んでいると知ればお嬢も首を突っ込みたがるさ。お嬢にもしものことがあったら。あんたも辛いんだね。しかも報われん。これもベベルのスフィア？また変なの取ってるんじゃないの？俺が取ったんじゃない、拾ったんだ。だいぶ劣化していやがる。ひどく古いな。なあ、ラナルカンドが降伏しないから戦争が終わらないんだ。違うって。ああ、そっちが攻撃をやめればすぐに終わるんだよ。そんな手には乗らんよ。お前たち、いつか自分たちの武器で身を滅ぼすぞ。おそらく千年前の機械戦争のことでしょうな。じいさん、いつの間に。細かいことを気にしちゃいけません。それにしてもよく見ておりましたな、カレンに。本人じゃないですよね。そりゃもちろん、何しろ千年前のスフィアです。そうですよね。語ってもいいですかな。ユーナ様、こんな噂が流れていたことはご存知ですかな。大召喚士ユーナ様にはザナルカンドから来たガードがついていたと。ええ、ルカでの大会で大いに目立ったあのブリッツボールの選手ですわ。私も何度か彼と話しましたが、スピラの人間とは違う匂いを感じたものです。彼と今のスフィアに映っていた人物、他人の空似ではないでしょうな。つながっている。はいな。ぜひ当人に話を聞いて確かめてみたいものですわ。もういないんです。祈り子様が言ってました。
僕らの夢は消えるって。祈り子の夢ですかな。おお。どうしたの？ああ、今何かひらめいたのですわ。しかし、ひらめきはどこかへ。かなわんの。もう一度じっくり考えてみますわ。ではユーナ様、またどこかで。人はつながっとるのです。いなくなった人ともまた会えるかもしれませんぞ。え、無責任なこと。ああ、こりゃ失敬。たわごとと思って聞き流してくだされ。僕いろいろ知ってるし。最後の演習だ。この奥には何かがいる。危険な存在らしいが、情報はない。そいつを倒せと。まずは調査だ。奥まで探れ。何を見たのか報告してもらう。生きて戻った者を合格とする。晴れて赤城隊の一員だ。はっ！人数分の武器はない。自分の武器を勝ち取るのも訓練のうちだ。赤城隊員選抜最終演習始め。うわっ！